今日の歴史の並び替え問題です。A から A の選択肢を古い順番に並べてください。ではスタートします。はい、できましたでしょうか。じゃあ答え合わせいきます。裏返します。はい、正解は A、U、A、E の順番で古い順番となります。で、U の選択肢、わざとちょっと何戦争の講和条約かっていうのを、書かないでおきました。こっちに日露戦争があって、これ日清戦争なんですが、書くとねバレてしまいますので、あえてこういうふうに表現をね少し薄めにしておきましたので、内容がわからない人は教科書などでしっかり復習をしておいてください。あとね、関東大震災ですとか、こういう西南戦争ですねの年号も結構重要になってくるので、しっかり押さえておいてください。では失礼します。